帝国になりましたので、研究課題発表を再開いたします。道路政策グループ総括の牧野博史より、グループの紹介をいたします。はい、それでは、道路政策グループの課題発表にな行います。発表に先立ち、関連する最近の動向と、当グループの取り組みについて簡単に紹介をさせていただきます。 道路分野における喫緊の課題といたしまして、道路施設の老朽化の対応がございます。私自身も2012年の笹子トンネルの事故の時に担当いたしまして、老朽化によって人が亡くなると、人命を失うということに非常にショックを受けました。まあ、このような老朽化対策につきまして、昨年も道路政策の方で大きな動きがございました。昨年12月に 国が発表した防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策で重点的に取り組むべき対策の一つに予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた安全安心な道路を次世代へという施策が打ち出されておりますこの特に道路分野での舗装の目標の例が掲げておりますが 防災上重要な道路における舗装の修繕措置率を達成目標100%平成7年度に100%にするという目標が掲げられておりますまあ、こういう大きな目標の中一方予防保全による中長期的コスト削減というようなことも重要であるという,ふうに言われておりますこちらが橋梁の例でありますが事後保全と予防保全のサイクルの差こちらが事後保全ですね こういったサイクルよりも予防保全にしていくことで、トータルコストが下がるというふうに言われております。しかしながら、この事後保全から予防保全にどのように転換していくのかということにつきましては、大きな政策課題になっているというような状況でございます。まあ、そういった中、私どもの道路政策グループの取り組みといたしまして、大きく4分野を、 検討しております1つが強靭な道路ネットワーク整備管理の在り方に関する調査研究でございます。2つ目が地域活性化に資する道路空間の在り方に関する調査研究。3つ目が道路構造物の長寿命化の推進に関する調査研究。で4番目が道路システムの デジタルトランスフォーメーション実現のための先端 IT 技術の活用に関する調査研究を行っているところでございます。本日の発表課題につきましてはこの3番分野34の中から道路維持管理の高度化効率化に向けた ICT 等の 新技術の活用の勧めということで発表をさせていただきます。